こんにちは。本日は、2020年の11月だったか10月、多分秋頃の、日曜日だったと思います。ここは JR 伊東線の熱海駅で、これからこちらに停まっている8000系をご紹介します。こちらはもともと元東急東横線として使われていた東急の8000系で、同じ東急グループの東急電鉄の子会社である伊豆急行電鉄が、こちらの東急東横線で使用していたものを、譲り受け、今でも3両編成として、短縮されましたが、6両編成 3+3 という、結構大きな編成となって、今では熱海駅までちょくちょく顔を出すような主力車両となっているのです。こちらは今回は、こちらの車両をご紹介したいと思います。全然ですね、やっぱり東急の、東急時代と同じような形でこういう風な座席のモケットや、そしてモーターや照明の雰囲気などはあまり変わっていない様子ですが、しかし伊豆急行線の魅力という風に言いますと、進行方向、左側から見える海の景色が抜群にいいということは言うまでもありません。そのためにこちらの進行方向左側の座席だけ、ロングシートではなく元レッドアローで使われていた、その座席を使用した対面席の座席、ボックスシートとなっています。これはとても観光客にとってももしかしたらいいかもしれませんが、皆さん観光客にとっては JR から直通をしてくる特急踊り子、サフィール踊り子など、そういう風な特急列車、そして普通列車として今では活躍をしていました。今金目電車と黒船電車、こちらの2つの車両が伊豆急行線の中でも結構目立ちやすい看板列車となっているため、あまり普通の車両として使われているこちらの8000系は鉄道マニアからしてみればとても面白い車両ではありますが、観光客や一般の乗客にとってはもしかしたら外れ車両としていう風な認識になってしまうかもしれません。しかしこの車両でも鉄道マニアからしてみれば、元東急東横線で活躍をし、そして東急電鉄の一大時代を担ってきた主力車両でもあるわけですから、そういう風な車両がまたこういう風に頑張ってこの静岡県の各地を結ぶ車両として活躍をしているということは、とても鉄道マニアからしてみれば嬉しい限りの一言かなと思います。この辺で乗っていてもかなり列車は高速での運転をしますし、またこういう風な音とかもいつも、前も言いましたが、変わりませんので、結構ですね、乗ってて東急東横線に乗っているのではないかという風な雰囲気もしたものです。昔のレトロな情緒の味わいをしながら、こういう伊豆急線の各駅列車の旅、なかなかこれもいいと思いましたが、皆さんはどうでしょうか。列車は私の目的地である網代に着きました。網代から何をやったかということは、大体旅行チャンネルでご紹介しておりますので、もしよろしければご覧ください。こちらの伊豆急行線の8000系、今では伊豆急行線の伊豆の海のカラーをイメージしておりますが、昔は赤歌舞伎とかそういう風な歌舞伎色なども少しずつでありますが、伊豆急行線がリバイバルカラーとしてデビューをさせていますので、今後の注目にも期待がすごいしているというのが個人的な感想でございました。ということで、これからも頑張っていただければなと思います。今回は伊豆急行8000系のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。